ちゃん、町内で流行りの詐欺泥棒っていうのはおまさんだったんだよ。何をバカなことを言ってるんだ。けんど、あ、これはお前偶然だよ。偶然、私は指令を伝えに来たんだ。レディーの部屋に夜中に忍び込んじゃって、指令を伝えにね。いや、それはだな、お前が油断をしていないかどうか確かめようと、そういうことでな。本当だっちゅうのに。私はエージェントなんだぞ、いかにしなさい。バカ、どうかの中年は分からん。違うっちゅうのに。本当だ。